黒木渚です。音楽家と小説家をしております。今回の黒木渚のひょっとこどっこいでは、ふとした思いつきでサウンドロゴみたいなものが欲しいなと思いまして、自分の YouTube 配信のためにいいねボタンを押した時に鳴る面白い音を作るという内容になっています。私が普段パソコンでどのように音作りをしているか、その裏側を皆さんにお届けします。ぜひ、楽しんでください。